あ、まあ大丈夫大丈夫。ああ、あれ一応当日行けるから大丈夫。天丹子さん対ヒロミさん、天丹子さん対ヒロミさん、13番テレビで対戦お願いします。はい、じゃあというわけで、配信の方を移していきます。ニエトの対シャスボ。さあ、ニエトのさんがルイージ、ルイージ、おっとルイージが来ましたね。さあ、ニエトのルイージ対シャスボ月光が、いいよ、うん、そっちの方がいい。さあ、ステージの方が、さあガウルヘーゲン、さあガウルヘーゲンの終点化ですね。さあ始まりました、月光が対ルイージ。さあ結構が弱、ちょっとやはりアップデートで少し力が弱くなったとしても、やはり立ち回りは結構強い感じですけど、さあニエトロさんだいぶ結構が分かってますからね、まあ、なんせ元使い手ですからね。さあ掴んで上から上なつながらず、火力今回のルイージかなり火力、下投げからの火力が高いのですので、さあかなりつながりますね。あっという間に 63%。 さあこのジャグも強い、おっと掴んで上前しっかりつなげていく。さあなんとかダメージを取りたい月光がだが、なかなかダメージを取らせてくれない。上投げから上しかし入らず、掴んで上投げから、あと何も繋がらず、浮かしたが何も繋がらず、さあ出だしジャックジャックから、しかしダメージ 39%。 ここから空母でバースト。さあ檻の火力と後にすぐにバーストしてまう。さあニエトン・ルイージ、やはり対月光が分かっているか。ジャックからさあお互い似合ってるか、下投げから、さあこの下投げから空前につながって空上の入りませんでしたね。今の横回ってこれは何にも、しかし掴んで下投げから、あと下投げをつながらず、下投げから、しかし何もウェビーが何もできず、あとしかしさあルイージが中段上がって空下当たらず、しっかり後突きを勝っていくニトロルイージ上ね。あとジャッカー入って掴んで投げからしっかり火力を取っていくニトロルイージ。さあやはり火力をしっかり取れるルイージ強いですね。投げから何も繋がらず、さあ読み合いを持っていったニュートン・ルイージ。さあさすが月光がちょっと苦しい展開になってきたか、掴んで下投げからメビーあって、しかしハイドロウェビーのハイドロポンプがなかなかうまく機能できない。さあ LB の牽制、さあ出せができないんでどんどんガード削られてしまいますね。さあこのマッチアイでも強いですね、ニュートン・ルイージ。完全に相手を圧倒してる感じですが、ジャックで吹っ飛ばしてから、
あとエネミー見せてしまって上投げバーストしてしまう。さあしかしかなり月光が苦しい立場だか。今の振り掴み、しかし上の暴れ。さあ掴んで上投げから上入れてしまう。上スマ入れて、しかしさあここはしっかり読みを拒否して繋ぎから、さあこの空前が強い。まだ知らないが上スマで着地を勝ってバスト。さあまず1本目取ったのはネトルイジ。あ、取んなくて大丈夫。さあ選ばれたのはオネトの終点か。まずジャックから上投げ、あとしかし上京は繋がらず。さあキャラはお互い変更せずって感じですね。空砲をまず入れてジャックジャックから暴れ、さあやはりルイージは投げの展開が強いんで、やはり投げを入れていきたいですね。ルイージ側からしたら逆に月光側はその投げを拒否しつつ、逆にこちらの月光側の投げを入れていって読み合いで勝っていきたいところですね。あとこれ2本目ですね。あ、ごめんなさい、ちょっと2本目なのにやってなかった。ニエトのルイージですね。さあこのカード実際どうなんですかね。今昨日のデトネーションでニエトノさん忘年会で会ってきたんですけど、はい、月光がかなり辛いらしいです、ね、あーなるほど、そうなんですね。で、まあ要因としては、はい、まあ、今クーマイちゃんと当ててらっしゃいましたけれども、まあ、こう言ってで掴みが遅いのでちょっとルイージの速攻にあまりあの対応性がないというか、あ、なるほど、まずいところと、あと飛び道具戦になった時にファイアボールの方が強いので、なるほど、ね、パーの手裏剣に対し、回転速度もルイージの方が高いのでもうそこが相手にならないです。あ、なるほど。でフィニッシュ力も結局ルイージなの で、 そうです、ね、特にルイージあの下投げから空後ろでバーストできるので、はい、そこがでかいですね。そうですね。さあというわけでニエトのルイージがバースト拒否のために崖際にいるが、さあここからどんな技をさらに見せてくれるのか。さあそこでシャスボさんの月光が緑を、珍しいですね。つかんで、これは下バーストを狙いに来る。さあそこから月光ががさあうまくフィニッシュをまずは当てていきたいところ。さあ今ジャックを出してジャブで間合いを測っているが、さあここからまあ、やはりファイアボール、そうですね、ガチャに勝てないんですね。全然ダメですね。あ、これは致命傷。やばい。あ、空母がカスタテでした。今のあれは命拾いですね。またやっぱり横ずらしが月光側が読み勝っていたんだと思います。なるほど。さあニートノさんがルイージでこのファイアボールを見せていく。今無敵のウエスマを出したぞ。あそこからどこからの、おっとまた無敵の上様を出していくから、あ、ね、また無敵の上様やばい、せこい、ずるい、強い、強いですね。はい、打勝者が1回戦を制していったのがニエトのルイージですね。さすがプロ。